本日2024年4月26日16時11分。レノボさんのパソコンを使用してるんですけども、この間、AC アダプターが、断線が始まって、半年ぐらい前なんですけども、購入しました。で、その時、この AC アダプターが、こちらの箱に入ってたんですけども、この箱までで良かったと思うんですよ。で、この箱が、この箱の中に入ってたんですね。こういう風な形で、周りにビニールのこの空気が入ってる袋を入れることによって、ショックを吸収するような形で、商品を大事に扱うということなんでしょうけども、多分元がこういう AC アダプターで硬い製品ですから、これで十分だと思いますね、この箱で。私からのちょっとした、気づきですね。会社の経費にそう大きく影響を与えるわけではありませんけども、運搬するときに少しでも物が小さい方が、運搬しやすいでしょうし、運搬する運送会社の方たちも、レノボさんとしても、ほとんど経費削減にあまりならないかもしれませんけども、倉庫の整理とか、スペースのこととかを考えると、ああいうふうな過剰包装というか過剰梱包をですね、最初の箱の段階で、十分かと思います。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。各、経団連の方たちとか、商工会議所の人たちとかでも、一回自分たちが運送するときに、どういうふうな形で、そのものを郵送しているか、段ボールの中に段ボールを入れるみたいな、そういうふうなものは、しなくていいと思います。結局はそうですね、そういうような形になるでしょうね。仮にメロンのことを考えてみたんですけども、それを段ボールの中に入れるとして、その周りに先ほどビニールの空気の入った緩衝材があったと思うんですけども、ああいうふうなものを周りに詰めておけば、基本的に段ボールは一つで済むはずですね。だから余計なコストをできるだけ削減して、資源、の、その余計な消費っていうものを、できるだけ、防ぐと。そういうふうなことで今回動画、撮影させていただきました。皆さんご協力をご対応のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と、着信通知の設定をしていただけると助かります。NE の残存量問題とかありますので、淡井さんの動画見といた方がいいよということで、自分の身の回りの方とかに、声かけしていただいて、少しでも見ていただける方が増えればなと思います。今のところ登録者数の方たちの数が、560人を、最近超えたところですね。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。